早く終わんないかな。授業始まってまだ5分か。まだ6分か。まだ7分。まだ8分。先生、全然時計が進まない。これ壊れてます。よし、廊下に立ってなさい。時間の流れが遅い。先生はもしかしたら時の呪文を唱えてるのかもしれない。あるあるの星4つ。ふんふんふん、よし、完成だ。どうだ、俺のイケメン消し活動だ。消し活で何かを作る。暇を持て余したもののなせる技、人は彼らをアーティストと呼ぶ。あるあるの星2つ。好きな子を見ちゃう。見すぎに注意。あるあるの星4つ。あれ、ゴーンジもその席？なあ、俺は6番だったからな。僕も6番。本当だって、あ、ゴーンジの9じゃない？あ、紛らわしい。6と9。ちゃんと分かりやすく下に線を引いといてくれ。あるあるの星3つ。どれどれ、9番はっと。センターポジションだ。終わった。地獄のセンターポジション。アイドルだと一番いいポジションなのに、席替えだと一番外れだ。あるあるの星4つ。お願いだ神様、俺の全てを捧げます。どうかあの子の隣に、好きな子の隣に。みんなが一度は願うはずだけど、それが叶うのはごくわずか。あるあるの星5つ。あー、ゴーくん、今日からよろしくね。あ、なったらなったら恥ずい。仕方ないだろ、男ってシャイな生き物なんだぜ。あるあるの星5つ。ゴーンジ、冬なのに寒くないの？全然寒くないぜ。冬なのに元気いっぱいの俺って、かっこいいだろ。ゴーはおバカなので風邪をひきません。丸。冬でも半袖半ズボン、謎のこだわりだ。風邪ひかないようにな。あるあるの 40%。 どうだ、俺かっこよくないか？かっこいい。紅白帽でトサカ、みんな一回はやったことあるよな。あるあるの 90%。やばいやばいやばい、おしっこ漏れる。ゴーンジ、アウト。廊下は走るな。走ったところからやり直しだ。おしっこ。廊下を走ったらやり直し。走ったら元のところから歩かなきゃいけない。急いでる時には辛すぎる。あるあるの星3つ。あ、昼休み終わる。えい、った。何するのゴーンジ。ルイが最後に触ったからボール片付けてな。ゴーンジ。ボールの片付けは最後に触った人。予令が鳴ったらボールの押し付け合いが始まるぞ。あるあるの星4つ。新しく買ったこのシャーペンめっちゃかっこいいぜ。ゴーンジ、アウト。なんで。シャーペンは禁止だぞ、没収。なあ、そんな。シャーペン禁止。シャーペンの方が便利なのになんでだ。あるあるの星5つ。ゴーンジ、宿題はどうした？あれ、ないな。昨日やったんだけどな。おかしいな。先生、どうやら家に忘れちゃったようです。それじゃあ明日持ってこいよ、今日の宿題と一緒に。うん、やったけど忘れた。シンプルな言い訳だ。でもこの手は数回しか通用しないぞ。ごまかし成功率 50%。 ゴーンジ、宿題はどうした？俺だけもらってません。そんなはずないだろ。いえ、絶対もらってません、絶対に。あ、ゴーンジ、アウト。もらってない。もらってなければやりようがない。たとえもらっていたとしても言い切れ。勢いで先生を言いくるめよう。ごまかし成功率 20%。 ゴーンジ、宿題はどうした？なあ、間違って違うところやっちゃったんですよね。そうか、それじゃあやったところでいいから見せろ。違うところやっちゃった。ガチでやったらもっと悲しむだろう。やったところ見せろと言われたらゲームオーバーだ。ごまかし成功率 30%。 非常ベルのここ強く押すって書いてあるけど押しちゃいけないんだよな。でも押すなって言われると押したくなるよな。押さないけど、押さないけどな。ゴー、トイレ付き合って。あ、え、押しちゃった。なんだなんだ、ゴーンジだ、逃げろ。あ、ちょっと踏まないで。みんな落ち着け、落ち着いて避難だ。非常ベル押しちゃった事件。押しちゃダメって言われたら押したくなるよな。でもパニックになるから絶対に押しちゃダメだぞ。重大事件だ、星9つ。くっさ、おならだ、おならテロだ。
誰だ、おならしたやつ。こっちから聞こえたわ。みんな犯人探しなんてやめろよ。人はみんなおならをする生き物なんだぜ。死んだらおならはできないんだ。つまり生きてる証なんだぜ。確かに。いや、ちょっと待って、犯人ゴーンズでしょ。ギッグー、おならテロ事件。最初に犯人探しを始めたやつが怪しいよな。でもわざとじゃないから、犯人探しなんてナンセンスなんだぜ。重大事件度星4つ。さあ来いペケッツ、いくよ。えい、もらった。やっちゃった。ガラス割ったの誰だ。やば、ルイパス。え、ちょっとゴーンズ。窓ガラスバリーン事件。友達とふざけてると終わっちゃうことがあるぞ。危ない遊びはしないように。重大事件度星8つ。誰だ、あいあい傘黒板に書いたのは。ちょっと葵ちゃん泣いちゃったじゃない。ゴーンズ最低。え、泣くほど嫌なのか。黒板にあいあい傘事件、見つけるとざわざわするぞ。こういうのはノートとか見つからないところに書こう。重大事件度星7つ。気をつけ。ウィー、なんだよウィーって。ふふー、ゴーンズ膝かっくん。手軽でスタンダードないたずら、隙を見せたら狙われるぞ。後ろにも常に意識を向けろ。あるあるだ。 95%。ちなみに自分も牛乳かぶる覚悟が必要だぜ。あるあるだ。 70%。 ルイ、さっさと掃除済ませて帰ろうぜ。そうだね。あー、デンデリー大成功。どんだけホウキ入れたの。掃除用具トラップ、地味に驚くぞ。うまいことホウキが倒れてくるよう調整がむずい。あるあるだ。 90%。 そろそろ授業だ、急がないと。デンデリー大成功。いや、だからどんだけセットしてるの。黒板消し落とし、昔からあるトラップだ。チョークの粉が制服につくと落ちにくくて大変だから、クリーナーで綺麗にしてからやろうな。あるあるド 60%。 ここの解き方は、この方程式を当てはめて、答えが、こうなります。それでは。どれだけって言うんだ。喋りが独特、喋りの癖がすごい。気になって授業に集中できないぞ。あるあるだ 70%。 はい、以上だ。ここはテストに出るぞ。みんな書いたか。消すぞ。あー、早い早い早い、先生まだ書き終わってないです。黒板を消すのが早すぎる。書くのに一生懸命で授業が頭に入ってこない。もっと生徒のこと考えてくれよ。あるあるド 60%。 プリント配るぞ。いやー、そのツバやめて。指にツバをつける。プリントうまくめくれないのはわかるけど、お願いだからやめてくれ。あるあるド 50%。 でさあルイ、ゴーンジシーカ。え、なんだ。あ、みんなも静かに。はい、みんなが静かになるまで40秒かかりました。いや、先に言えよ。言ってくれた方が早いじゃん。あるあるド 95%。 やった、授業終わりだぜ、給食だ。待て、ゴーンジ。え、ここ今重要なところだから、あと5分、あと5分、ここだけやらせてくれ。え、嘘だろ。ここだけやらせて。貴重な休み時間を削って授業延長。その分次の授業は5分短くしてくれ。あるあるド 90%。 だからここは、こうなって、こうなります。だからここは、こうなって、こうなります。めっちゃ似てる。先生のモノマネがめっちゃうまいやつ、鉄板ネタだぜ。みんなに受けること間違いなし。すごいド星4つ。どうだ、すごいだろ。いや、邪魔なんだけど。ドアの上部分で懸垂するやつ、力自慢をアピールだぜ。でも邪魔にならないようにな。すごいド星2つ。円周率は3ってことになってるけど、本当はもっと長いんだ。知ってるやついるか。はい。お、さすがだな二階堂。じゃあ言えるところまでみんなに教えてやってくれ。 3.14。 そうそう、15926535、89793238462643384338。円周率ずっと言えるやつ、
すごい。でもちょっと怖い。すごいだ、橋やつ。ペケ類見てみ。ペン回しか、すごいね。だろだろ、練習したんだぜ。いや、こんなのがすごいの。じゃあペケッツはできるのかよ。はい。ペケペケ製のアイテム恐るべし。ペン回しうますぎるやつ。指がどんな風に動いてるのかもはやわからない。すごいだ、星3つ。これでよしっと。あ、まぶしい。なんだ、黒板綺麗にしたんだ。これ綺麗っていうかもう光ってるんだけど。黒板すごい綺麗に消すやつ。新品なのかってくらい綺麗にするやついるよな。先生に喜ばれるぞ。すごいだ、星3つ。今回は珍しくちゃんと溶けてるんだぜ。この調子なら平均点以上も夢じゃない。よし、最後まで溶けたし寝るか。俺なんで解答欄一つ余ってるんだ。まさか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 、やっぱり解答欄一つずつずれてた。そこまで、テスト集めるぞ。なあ、テストの解答欄が一つずつずれてた瞬間、マークシートのテストで起こりやすいぞ。ちゃんと答えを書く場所は確かめようぜ。絶望度 80%。 今度は解答欄のズレはないぞ。もう最後まで解いちゃったし、時間も余っちゃったんだぜ。さーて、暇だしプリントの裏に落書きでもしてよっかな。え、裏にも問題あったのか。残りあと5分だぞ。裏にも問題があったのをテスト終了5分前に気づいた瞬間、先生ちゃんと事前に言ってくれよ。絶望度 70%。 どうだ、すごいだろ。すごい、サーカスみたい。ちょ、危ないからやめなよ。こんなのどうってことないんだぜ。ほーら、椅子の後ろ足だけでバランスを取っててひっくり返りそうになった瞬間、危ないから真似すんなよ。絶望度 60%。 急にお腹の調子が。トイレトイレ、はあ、危なかった。あとはよし、誰もいない、今だ。学校でうんちした。知られたら絶対からかわれる。忍者のごとく誰にも知られず済ませるのだ。秘密度 99%。 どうしよう、全然わからないぜ。今度テストの点が悪かったらお小遣いなしって言われてるし、どうしよう。チャンス。でもカンニングはさすがに。でもでもお小遣いが。今日はテストを返すんだが、ご恩寺。はい。カンニングバレた。もう終わりだ。今回は頑張ったな、70点だ。ありがとうございます。う、罪悪感がすごい。テストカンニングしちゃった。良い子はカンニングしちゃダメだぞ。テストは努力で。言えないの 80%。 それじゃあこのプリント10枚を明日までにやってくるように。そんな大量の宿題できるか。大量の宿題、せっかく学校が終わったのに宿題で1日が終わっちまうじゃないか。ブチギレ度 80%。 でさあ、それからルイが、鼻からそうめんを。でさあ、ケチャップがお尻から。それ飲んだんだ。いい加減どいてよ、そこ僕の席なんだけど。自分の席に誰かが座って長話。そこは俺の席だ、少しは遠慮しろ。ブチギレ度 50%。 それじゃ今日はこれで終わりだな。気をつけて帰るように。よし、先生宿題のこと忘れてるな。やってなかったから助かったぜ。先生、今日提出予定の宿題集めなくて大丈夫なんですか。あー、そうか、そうだったな。はい、みんな宿題集めるぞ。後ろから前に宿題送ってくれ。ルイ、せっかく先生が忘れてるのに思い出さすな。そのままだったら平和だったのに。ブチギレ度 70%。 今日はビデオを見て勉強するぞ。ゆっくー、テレビだテレビ。どんな番組かな、アニメかお笑いか、楽しみだな。いや、教育番組だよ。授業でテレビを見るとき、勉強しないでテレビが見られるなんてテンション上がらないはずないだろ。上げ上げ度 60%。 席替えするぞ、順番にくじ引いてくれ。イエーイ、今度こそ葵ちゃんの隣になりますように。それがダメなら窓際の後ろの席でもいいんだぜ。5は欲望の塊です。丸。
席替え。次はどんな席になるのか希望で胸いっぱいになるんだぜ。あげあげだ 90%。 今日は公園で写生会だ。それじゃあ各自時間になったらここに集まるように。やっほーい。校舎という牢獄から解き放たれた解放感最高だぜ。よしペケツ、あの木まで競争だ。ジュリー待って。いや絵を描こうよ。野外授業。授業中なのに外って特別感があってドキドキするよな。あげあげだ 70%。 ルシオ、マジで。どこどこ。ラハチだ。うひょー、こりゃ大変だぜ。女子、俺の後ろに隠れてな。ゴーンジハヤトが守ってやるぜ。大変なのになぜ喜ぶ。教室に虫が入ってきた時、男子はな、俺に任せろっていう感じにテンション上がっちゃうよな。あげあげだ 60%。先生！なんで先生？私たち選手一同は正々堂々スポーツマンシップにのっとり。いや、先生じゃなくて先生ね。先生を先生と勘違い。先生なんて言葉知らなかったんだから仕方ないだろ。間違えちゃうの 60%。 じゃーん、今日の俺は一味違うんだぜ。あ、何が？あ、速くなるスニーカーだ。速くなるスニーカーを履いてくる。男子は結構履いてるよな。スピードアップ度 99%。 あ、赤組追い上げています。あ、赤組頑張れ。し、白組負けるな。棒読みやめろ。感情が全くこもってないぞ。実況が棒読み。まあプロじゃないから仕方ないよな。これぞ運動会の実況って感じだぜ。語尾伸ばし度 80%。 ふっふー、ゴーンジ、それ…おっと、気安く話しかけないでくれよ。今の俺は敵か味方かわからない謎の存在なのだ。さあ、俺は赤組かな、白組かな、それとも…いや、僕と一緒のクラスだから赤組でしょ。敵か味方かわからないやつ、どっちの組かわからない謎勢力誕生。スパイみたいでかっこいいんだぜ。後で先生に怒られると 100%。 余裕だぜ。俺のいる赤組が圧倒的だな。はい、ゴーンジ、ラスト頼む。あ、赤組バトンを落としてしまった。リレーのバトンを落とす。なっちゃったものはしょうがない。あとはいかに落ち着いて巻き返せるかだ。ピンチだ 1000%。 チャンネル登録お願いします。こんなに面白いのにチャンネル登録しないわけない。